松井天狗堂、松井天狗堂は、京都市下京区木山地正面下に工房を置いていた、カルタの製造卸販売の老舗企業。2010年閉店、1897年、松井重次郎により創業。大阪、松天狗堂の松井和三郎は、重次郎の実定で、カルタ製造者として、先に創業している。1936年重次郎が64歳で、死去。 戦前には大連出張所があった。1945年2代目、松井宗三郎が42歳で死去。その3年後に長男だった茂雄が後を継いだ。1975年オイルショックによって、生産減滅の事態に直面した3代目、松井茂雄は、油紙に型を掘り、染料を2皮と澱粉糊のりで練り合わせ、丸化けですり込む江戸時代そのままの手法により、 共栄を手すりで色彩する花札製作を復活させる。一時期、日本で唯一の手すり花札の製造元となる。また、地方の花札や株札のジャンル、いわゆる地方札の製造販売も行っていた。2009年職人の高齢化や後継者不在などを理由に製造中し、2010年8月に閉店した。 その後も手すりの手法を継承させるべく、かつてのライバル企業の大石天狗堂に技術協力していたが、2016年12月5日に三代目、松井修雄が85歳で死去し後継者が途絶えた。カルタ専門店による店頭、ネット販売でも在庫は残っておらず、極めて入手困難な状態のため、ネットオークションで高値で取引されている。商品の銘柄は同一であっても、 内風の札の加工や仕上げのほか、制作年代の違いなどによる細かいバリエーションが多数存在する。戦前には、福寿、金鹿、菊と、堺、女王、ブランドで印刷花札を製造販売していた。戦前には、松というブランドで印刷花札を東京の清水百古堂に卸ろしていた。大阪、松井天狗堂では、五福、工事、侍、国行き、 初春、成人、三笠山、末広、白ボタン、総合春、日本桜、千本桜のブランドで印刷花札を製造販売していた。1971年当時の製品は以下の通りである。ありがとうございます。